こんにちは。9月の22日水曜日10時を迎えしました。大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは歌さん。こんにちは桂歌助です。今日もよろしくお願いいたします。ごめんね。はい、何がですか。あ、今日のスケジュールなんか半までであって勝手に。はい、またあの昔の通りに戻ってしまいまして、今自宅から電話を受けておりまして、岩間市民プラザへ行かなきゃいけないもんですから30分ということで、よろしくお願いします。それより一番大切な訂正を言っちゃおうよ。はい、訂正、あのガセネタ流したでしょ宇田さん。すいません、あの前々回私出させてもらった時に、戸塚の有林堂さんの方のカルチャースクールで、10月15日から始まります。10月15日が体験と言ったんですけど、1ヶ月ずれてまして11月が体験対象でございまして、12月から、正式に始まるというところでございました。申し訳ございません、間違えました。うちの店で有林堂さんに電話したんだよね。あ、そうなんですか。ホームページ、ホームページ乗っかってないんですけど、どうなってんすかってなんか怒り気味で電話したんだよね。怒り気味でごめんなさい。そしたら、はい、1ヶ月前ですって言われたんだよね。ちょっとね、自分もあの手帳にはね、10月からそのつもりでいたんですけど、ユーリゾンさんの打ち合わせで11月になってましたね。すみませんでした、ね、申し訳ございません、ね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というところで、横浜銀杯40sの翔さん、こんにちは。どうもこんにちは、横浜銀杯40sの歌とギターの翔です。昨日一昨日ですね、おかげさまで、横浜銀杯40sファンクラブ限定ライブ新東海道三次横浜大名行列ファイナルの横浜市教育会館が終わって、ドーンとちょっと今幸せな気分で、昨日のね、横浜銀杯のデビュー記念日、そして満月見たりなんかしてファンの皆さんと一緒に、そして今日は、うちのメンバーのタクちゃんの誕生日ということで、目白押し、時間のない中目白押しですが、今日もたっぷり大ちゃんと一緒にお届けしたいと思います。大ちゃんさ、はいはい、歌さんが、はい、桂歌助ですって言った時に、はい、あ、歌さんって桂なんだと思ったの。いや、この番組で久々に聞くよ。その屋号何ですか、桂は。いや、あの帝号です、ね。あ、帝号ですね。はい、帝号やっぱり言った方がいいよ歌さん。なんかちょっとすごいかっこよかった今日。あ、そうですか。桂歌助です。歌さんより桂歌助の方がいいですか、ね。まあ、どっちどうなの、落語家さんはその下の名前でずっと歌丸さんなんとかとかいうのが多いから。え、でもちょっとかしこまってないですかね。なんか改まってる気がしますね、帝号まで言っちゃうと。あ、分かった、はい。じゃあさ、今日ちょっとポップに、はい、K 歌助とかどうね。K 歌助さんみたいになってますけど、いいですね。全然違うけど、分かった。大ちゃんお返しします。すごい、帰ってきた。帰ってきた。そう、ちゃんとねマイクパフォーマンスを回さなきゃいけないから。あ、そうですね。東戸塚の空はどんより曇っておりますが、俺の心は晴れやかです。41周年目がスタートしました。まだまだ横浜銀杯頑張りますね、皆さんよろしく。はいです、今日はね。そしてね、今日ね10分ぐらいもしかしたらね近畿放送が割り込みで入ってくるかもしれないんで、ちょっと皆さん、はい、慌てないで聞いてくださいね。曲のタイミングが難しいですね。そうですね。そうですね。そしたら今から言っちゃった方がいいんですかね。最初に曲流して1曲、そして、ね、今日はタクちゃんのやつを、はいはい、たくさんリクエストもらってますんで、はい、まずは1曲聴いてもらってからスタートしましょうかね。そうしましょう。じゃあちょっと準備のをしてもらって、今日の1曲目はですね、たくさんリクエストいただいているのですが、まあ、この曲聴かなきゃタクちゃんじゃないということでですね、ぶっちぎりセカンドからねですね、横浜銀杯タクが歌ってます。今日誕生日です。61歳になったタクちゃんの暴走が始まります。聴いてください、盗まれた魔法のランプ。はい、横浜銀杯で、セカンドアルバムですね、ぶっちぎりセカンドに入ってます。盗まれた魔法のランプを聴いていただきました。タク曰く、ぶっちぎりと横須賀ベイビーが最初に9月に発売されて、その後、年明けて1月にですね、ぶっちぎりセカンドが出た時に、スプライハイスクールロックロールが売れてしまったので、横浜銀杯のアルバムはぶっちぎりセカンドが一番売れてたんですね。
たくさんのレコードが売れて代表作が盗まれた魔法のランプになってしまったという、他にたくさんいい曲があるのにみんなが買ってる、ね、総枚数がぶち切れセカンド多いので、皆さん盗まれた魔法のランプがタク の変な声を変えてるのがあんな声だと思ってずっと2年間ぐらい思ってたやつもいるみたいですね。ということで今日はタクちゃん特集でお届けしたいと思います。スポンサーさんの方いきます。大ちゃんいいですか。はい、はい、文献コンサルティングの活動をしてます。喫煙所を作るためにはですね、いろんなルールがあります。どのように分煙すればいいのかわからないとかですね、喫煙スペースからの匂いの煙を、その漏れをどうやって防止するかとかいう、そういう方法を教えてほしいなど、分煙に関するさまざまな質問や相談に対して JT は無償でアドバイスをしています。分煙に関してお困りの方はぜひご相談ください。詳しくは JT 分煙で検索してもらいたいと思います。そして、真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の、江南中央駅そばにあります清水公益社サバスホールさん、お祭り用品がすべて揃います。山形屋用品店さん、困った時にすぐ来ていただ電話いただければすぐに治療ができます。勝田メディカルグループさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に進出しています。植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃います。ティーベリー豊田屋さん、大人気の N ボックスフィットステップワゴンでおなじみ正規ホンダ四輪ディーラー本田カーズさん、以上のスポンサーさんでお届けしたいと思います。そのスポンサーさんの庭師松沼さんからです。おお、松さん、翔さん、横浜教育会館ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。一部二部と参戦できて最高でした。オーケー。トークでの下ネタももうやばすぎて笑いやばかったよね。そうそう、ちょっとね、久々にね、下ネタ炸裂してました。はいはい、はい、63歳です。昨日は満月、イエーイ、横浜銀杯イエーイ、翔さんイエーイって感じで21日お祝いしました。はい、ありがとうございます。庭師松沼さんで、庭師松沼嫁直さんよりです。はい、皆さんこんにちは、お疲れ様です。翔、はい、さん、うん、20日横浜市教育会館でのファンイベ、うん、本当にお疲れ様でした。はい、一部二部トークとトークイベント内容も変わってて思わず大爆笑の場面もあってマスクの下の口は顎が外れそうになってました。ライブかっこいいの当たり前で、いろいろな思いをと重なり、やっぱり涙出ちゃったり、実践地の教育会館にて 40s で行けたことも本当に感謝です。ギャップ萌えだね。ずっと支えてもらってきた横浜銀杯の皆様に感謝です。そしてこれからも一生ついてきます。オッケー。元気な時はもちろん、ちょっとテンションが下がり気味の時も翔様の歌声で全開バイバイになります。ありがとうございます。そうそう、下がり気味の時がね、またいいのよ銀杯は。ね、もう一回アップさせてくれるけどね。はいはいはい、いやー、久々に、まあ、下ネタって言ってもですね、お昼の放送ですし、うん、あの別にそんなひどいこと言ってるわけじゃないですよ、まあ、あのおっぱい話って感じですかね。ほうほうほう、どういう風に揺れるのかなみたいな、そんなくだらない話でした。皆さん、よし、ゆうたさん、はい、ちゃんと時間取っていただけるから喋って。 ありがとうございます。私26日6時から横浜カルチャー、読売カルチャー横浜の方でうちのショーについての講演をさせてもらいます。お、これ、私の、ショーが亡くなって3年経ちますけども、思い出話を30分で横浜にちなんだ、うちのショーが愛した横浜にちなんだ落語を一席しゃべるというところで、横浜のヘボン先生という開校した当初 のヘボン式ローマ字をこしらえた、横浜で、治療活動をして、明治学院大学をこしらえた、その先生の話をちょっと落語チックにしゃべる予定でおりますので。宇田さんが、はい、すごいね。申し込みいただきたいなと思ってます。ちょっとウェブ上の方は申し込み終了ですけど、直接電話していただければ申し込めると思います。ちょっと料金がいくらだったっけな、一般の方は4125円とちょっと細かいんですけども、4125円でございますけれども、よし、よくよろしくお願いします。ヘボン氏だって、はい、だから例えば、はい、SI って書いたら C って読むでしょ、うん、でも SHI ってすると C って読むでしょ、うん、その SHI っていうのがヘボン氏だよね。そうです、そうです、ねね、あの英語のローマ字表記した時に、すごいですね、はい、不良が、はい、不良はちょっとそういう雑学がちょっと強いんですよ。あ、そうなんですか、平凡な人がなるんですね、これね。なるほど、
いやすみません。またあの私はあの下ネタで行くのかなと思ったら、おならが出るからヘボーンって。あ、うまいな。さすがさすが K 歌助。もうじゃあ行きますか。いやいや、俺はちょっとね、ヒップホップ系の感じの言ってるわけよ。そのね、K ウスクとかじゃなくて。あ、K ウスクじゃなくて、ね。あだ名として K っていうニックネームがさ、歌さんについててさ。かっこいいですね。かっこいいでしょ。かっこいいな。うん、K 歌みたいなね。はい。ちょっとなんかね、なんか雰囲気変えてもいいよね。そうそうそう。あ、じゃあちょっと雰囲気変えて K 歌助けでいきましょう。はい、はい、で今度ライブ行くときは旅が右と左色が違うとかね。新しいね。そこは新的ですね。わかりました。いや、いろんな部分でやっぱさ、はい、歌さんにはなんか先行ってもらいたいね。やっぱさ、あの俺もさ、あの横浜教育会館で、はい、横浜市教育会館で弟やったじゃないですか。はい。あの始まる前にちょっと早めに行ってね、またもみじ坂を登ってみたりとかしたの。その時野毛まで下がって、はい、ちょっとあの動画も撮ってたから、あの行ってきましたよ、にぎわい座の前も撮ってきました俺。 ありがとうございます、で横浜のね、そうそう、にぎわい座、やっぱあの野毛のあたりっていうのはさ、ね、いい雰囲気出してるし、まあ、歌丸さんが愛した街でもあるわけじゃないですか、でその野毛の街ちょっと映したりとかして、音楽通りっていうのがあるのね。そうですね、すぐそばにね、あのにぎわい座の先にね、これはあの昔はあの横浜あの音楽堂っていうのがあの今でもあるんですけど、そこで昔音楽を聴いた人たちが帰り道にその道を通りながら桜木町に向けて鼻歌を歌ってたというので、音楽の小道、音楽通りって名前がついたみたいですね。ああ、そうなんですか、うん、横浜っていいよね、はい、っていう話です、OK、K 歌助。じゃあ K 歌助で頑張ります。はい、K 歌助さん PR ないの？その申し込みがぜひぜひということと、あとは前日の25日に藤沢市で市民会館でアマチュア落語コンテストを私実行委員長でやらせてもらいます。それから10月の3日が、岩間市民プラザで、私の落語教室の拡大版でございますけれども、落語発表会がございます。そちらの方もお出かけいただければと思います。そっか、はい、なんか見たいな、そのアマチュアのやつ、はい、さんがやってるね、ぜひ。いや本当、うん、大ちゃんも翔さんもあの落語一席を覚えればそのコンテスト出られるようになるんです。言ってたよね、前ね。はい、ぜひぜひ。俺行くよ、だって少々亭だからさ、ねえ、 S 喋りすぎたろ。そうですそうです。ちゃんとね、抵抗もあるわけですからね。はい、俺らが言っちゃったからコロナとか始まっちゃったのかな。そうかもしれないね。練習やっぱね、ちょっと出た方がいいよね、大ちゃんもね。ね。ね。ぜひ出ていただきたいな。ヤギや黒豆。どう。あるんですよ、手もね。意識しなきゃいけないな。ということで、うん、え、宇田さんは教育会館行かなかったのね。あ、私ちょっと行けなかったでございますが、申し訳ございません。いや別にいいんだよ。いいんですよ、大丈夫ですよ、はい、もうそしたら教育会館のもう話を進めちゃうよ。はい。横須賀のみちさん、はい、昨日横浜教育会館、昨日おとといね、会館でのファンイベントに参戦し、初めてもみじ坂を上り感動を分け合って3往復し、足がつりそうになり息切れしましたが良い運動になりました。なんで3往復したの？何があったの？訳ありだから、何忘れたとかね。ああ、なるほどね、あそこ結構思ってるね、厳しいんですよ。なんですよね、はい、そして本日9月21日は横浜銀杯41周年おめでとうございます。うん、ありがとうございます。そうさん、私今日の夕飯はコロッケにソースじゃなくてお醤油をかけて食べる予定ですよ。くそくそ。あのね、大ちゃん、はい、これってもしかして俺だけっていうあのアンケートがあって、まあ、あの特別イベントなんでいろんな、ね、ことを、まあ、トークしたりとかするので、うん、そんなアンケートがあったんで、いやコロッケ醤油だろうみたいな。いや、ソースですよ。宇田さんは、はい、コロッケはコロッケ、うん、コロッケソースです。そうだよね、はい、決まりです。あ、なんだよ。はい、町田の美沙さん、皆さんこんにちは。翔くん、先日のライブお疲れ様でした。はい、ありがとう。教育会館に娘と参戦、うん、素晴らしい。親子2台エアキャビンに乗り、ランチの夜のライブを堪能したり、帰り道の16号線で、うん、右車線から1台の車に追い抜かれました。お、何気にその車に目をやるとリアウィンドウにデカデカと横浜銀杯ステッカーが貼ってあり、お、絶対ライブ帰りの車だと思いました、うんうん、そして左右に分かれる際に運転手さんの顔がちらっと見えました。お、まさかの会場で近くにいたリーゼントの人でした。横浜観光と感激のライブと最後に横浜銀杯のステッカーの車と遭遇し、とてもテンション上がり充実した横浜銀杯デーでした。そうだよね、それはきっとね、あのスタッフじゃなくてファンの子だね。ああ、そうなんだ。まあそうね、みんなそういう車で聞きますからね、楽しいですよね、街が。
そうですね、意外と車で行くっておっしゃってますよね。そうですね、車で来る子も多いですね、はい、うん、結構遠くからも来てましたよ。九州から来てる子もいたし、北海道から、佐賀の方もいらっしゃったしね。いやもうすごかったですね。いやいやいや、やっぱ聖地なのかな横浜市教育会館は。なんかまあ、建て替えてしまいましたからね、当時のものではないんですが、場所はそこにあって、やっぱなんか名残があるっていうかね、みんながこの坂道を登ってくるっていう、なんかちょっとドラマがあるんですよね、はい、ペンネームね、あんま言っちゃいけないのかもしれないけど、はい、名前がちゃんとないんで、うん、まあいいや、やめと、はいはい、うんと、大ちゃん、宇田さん、翔さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。横浜銀杯41周年おめでとうございます。はい、ついに41周年目に入りました。はい、はい、たくさんお誕生日おめでとうございます。はい、タグ61になりました。横浜教育会館にけトークにライブと始めました。いやー、弾けたね。ここほんと数日は俺も夢のような時間をとファンと過ごしましたよ。中でも翔さんがハマっているという柿の葉エキスのくだりで、翔さんが柿の葉エキスを現役で飲む姿がまるでチュール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 チャオチュールと稲葉のチャオチュールを舐めているニャンコ。犬と猫の話じゃねえかよ。ニャンコのようで可愛かったです、うん、あのね、柿の葉っていうかね、ビワシロップなんだよね。ビワシロップなのよ。このビワシロップが、あの今最近ほら、あのアニメの声優さんとかすごい人気になってるじゃないですか、はいはい、そういう方たちがその喉を潤すために、強く使ってるっていうビワシロップがあるんですね。それをまあ、あのインターネットポチ使ってですね、それをまあライブ前とか、あのちょっときつい時に俺現役で舐めちゃうんですよ。普通はあのお湯に溶かしてそれをこう召し上がるっていう飲み方なんですけど、ロックンロールそんなんじゃ効かないんで、はい、本番前、あ、ちょっときついなと思ったら現役バッて出してガッて舐めてですね、これでですね、もうダメだっていう声の20分先まで伸びますね、このシロップを飲むと。ユダさんはなんか飲んだり舐めたりしないの？いや、初めて聞きました。僕そういうことないですね。声出なくなることあるけど、なんかそれで、試してみたことないですね。ケイ、なるほど。ケイ、ケイ、ケイ、イタスケ、はい、こういう時はね、ケイね、あのね、龍角散とか朝ダーメ飲んでますよとか言うのよ、はい、そうするとね、はい、おしゃべりの達人がご本と言ったらなんちゃらピーみたいなさ、ね、はい、コマーシャルが来るかもしれないから、こういう時に K はそうですね、僕は強いですからじゃなくて、あのこれ使用してますよ、とってもいいんですよって言うとコマーシャル来るかもしれないじゃん。そうですね、それを俺全然強いからいらないとか言っちゃダメなのよ。いろんな話し方さんやってるじゃないですか。あ、コマーシャル見てます？飲んでます、実は。今更もうちょいもうダメだ、ご本と言ったら軽打たすけみたいな、なんかね。なるほど、これを飲んだらバッチリだぜみたいな、ちょっとね、はいはい、あの左右違う旅の色の旅履いて、はい、ヘイヨーとか言ってやんないと。はい、打たさん大計画、はい、そして、メールもなるね、はいはい、私事ですが、9月に入りヘレンケラーの三重苦のような散々な日々だったのですが、ヘレンケラー三重苦、うん、ライブに行ったら一瞬にして私のうつうつとした気分がぶっ飛びました。お、いいね、横浜銀杯フォーティスのパワーすごい、うん、今回思ったのはどんな気分がないでとてもうつうつしててもフォーティスのライブに行ってランさん、ショーさん、ジョニーさん、タクさんに会ってロックンロールで弾ければ嫌なこと全部吹き飛んじゃう、ね、あんな気分が重たかったりに対したことじゃないよと思いました、うん、そして何より横浜銀杯フォーティスのライブに行けることが幸せなんだと気づかされました。あ、嬉しいね。そうそう、まあね、今感染予防とかいろいろ大変だけど、でもどっかでそれを守りながら、あの息抜きって必要だなっていうのは思いますし、うん、そんな中、東戸塚は雨ですかね、ちょっと雨が降ってきたみたいですよ、皆さん。あの上岡も降ってるみたいです ね、なんかちょっとパラついてきました。洗濯物出しっぱなしの方はちょっと見てくださいね。俺1時からヤギのね動画撮影があったんですよ。大丈夫、それまでにまた晴れるって。いや、やむ、いや、もっと降りますね。だって大ちゃんさ、はい、雨男なんだから、はい、ね、A 大蔵って言うでしょ、雨男大蔵だからさ。A 大蔵なんだ。 A 大蔵とね、 K 歌助ね。え、翔さん知ってます、はい、戸塚ダンスコンテストで、うん、塚戸ダンス募集っていうのやってるんですよ。本当ですか、浜田さんとか。そう、あの、うん、あの、いよき君のあの歌を、うんうん、ダンスを使ってっていうのを、やっと塚戸、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 塚だよってやつですよね。あれだから15秒のやつを募集かなんかしてんで応募して。ああ、ちょっとそれは K 歌助が出ないとダメだよね。ダンスですね。TikTok みたいなやつね。ダンスダンス。日本舞踊なら得意でございますから。あ、そうなんだ。いや、いや、ちゃんとモデルパターンがあるの。あ、そうなんですか。そう。あ、そうか。つかといい歌だもんね。ねえ。勇気頑張ってるかな。頑張ってる。たまに俺もね、口ずさんじゃうんですよ。ほうほうほう。
つかとうつかとうつかとうつかとつかだよねこれねこれ同じ遊びの話知ってる大ちゃん。いやないです。俺小学校か中学校の1年生ぐらいの時に、おう机って何度も言ってみなって友達が言うから、机机机机机机ケツってなったよっていう話。うたさん、ごめんなさい、なんか情報ないの。机、何っていうとケツになっちゃうっていう話ですよ。ケツになっちゃうのね。机、ケツでじゃないですか。つかとう、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 つかじゃないですか。はいはい。さあ、次行ってみよう、大ちゃん。そうですね。栃木のゆみさんです。しょうさんは月曜日、最高の夜ありがとうございました。また余韻に浸ってます。オーケーオーケー。ファンクラブの限定のトークショー付きライブファンを大切に思う、横浜銀杯様のお気持ちが心に突き刺さりました。いや、そんなことないけどね。うん、頭の回転が早い仲良し銀杯ですもの、トークショーが楽しいの当たり前。そうなの、トークショーね、ハマったね、面白かった。司会進行は、金井デビューのお二人。そうそう、横浜関内デビルの、大場英二と、カメラちゃんができてくれて、で大阪と名古屋に関しては、あれですよ、あのジェイコブの司会者やってる山崎が来てくれて、なんか関西は関西で面白いトークと盛り上がりましたけど、やっぱ関内デビルの2人はやっぱね面白い。お、うん、でやっぱ MC もやってて、で山崎の絶妙なあの回しに対して、カムラちゃんとあのマスターの2人のこのなんていうかな、存在感でお客さんをこう引きつける力っていうのかな、はい、もう新たな2人あの2組の MC に協力してもらって、そしたらなんとね、大ちゃんね、はい、館内デビルのエンディングテーマに決まったの、横浜銀杯のパッパパリラパーティーだが、ほうほうほう、だちょっとね、10月ぐらいからかな、ちょっと楽しみにしてます。いやいや、いいですね、新しいことが起こってきて。ね、うん、はい、そして3ヶ月、はい、そして最高のライブ別れのワイングロード、うん、雨の湘南通りが印象に残りました。あ、もうねセット言ってもいいもんね。そうだね、うん、雨の湘南通りと別れのワインディングロードやりましたね。あのみんなが選ぶ銀杯ベスト10の中に入ってるね、はい、ちょっとあのみんなが来たそうなやつをもうあのジョニーを含めたフォーティスで演奏するっていうプレゼントをしてみたんですけど、とっても、反響良かったみたいで嬉しいです。それからやはり銀杯ライブの定番、銀杯ロックンロールからの三三五拍子からの横浜あ横須賀ペイペイそう、ね、幸せ気分最高潮、本当に楽しかった、ありがとうございました。こちらこそありがとうね、楽しんでもらえれば。すごいですね。いや本当にね、あのみんな笑顔だった。なんだろうこの嫌な雰囲気ね、少しずつほら今コロナ禍も、ね、人数減ってきてるし、はい、いい感じになってきてるからね、うん、年末みんなでね、大騒ぎではないですけど、まあ、楽しめたらいいなと思ってますね。タクシーテリュージさん、はい、塩内さん、聖地の横浜教育会館、うん、おめでとうございます。 お疲れ様でした、はいはい、そしてタクさん、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローディングスペシャルとお誕生日でございます。そうね、タクも還暦、もうあっという間に還暦終わっちゃったって感じですね。61ですね。次はファイナルツアーですね、うん、一番近場の福岡公演当選しております。もちろんその辺チケット料金も入金を完璧に済ませております。うんうん、ただうちの奥さんのあきちゃんにはまだ行くことを伝えてます。なるほど。11月17日ですね、福岡市民会館大ホール、はい、悪いことをしに行くわけではないんですが、大丈夫なんでしょうか。あきちゃんに何か貢ぎ物をして機嫌を取ろうかと思っていますが、たくさんなら何を貢いで機嫌を取ると思いますでしょうか。タクはね、うん、結構俺も誕生日プレゼントタクからいろいろもらってるんですよ。ほう、あのね、あのその人に合ったもの、はい、なんかするって選ぶんではなくて、常に考えてる感があるのが嬉しいね。例えば、洋服一つにしても、例えば俺が普段着って結構あの俺もう型が決まってるから、黒でこういう感じでちょっと不良っぽくて、はい、ロックンローラー好むものを普段でも着たりとかしてるんだけど、そんな中年齢に合わせて着てこのシャツはどうかなみたいなものを提供してくれるんだよね。だからね、あのプレゼントする時のなんか肝っていうのは、まあ、その定番何かというよりも、その人がなんか特別な感のところでちょっと知っている、その人のためを思ったものがあると、金額関係なしにあの喜ばれるんじゃないかなっていう気はしますよね。僕は今すごく大反省しております。え、どうしたんですか。翔さんも大反省してください、はい、宇多さん誕生日でした K! いやいや別にいいですよ、誕生日は K! 誕生日昨日だよね、誕生日横浜銀杯でしょ。59なんですよ、僕、今年。いや、そんじゃなくて、俺日にち聞いてるの。日にちはね、19日ですか。あ、おそらく19日。19日か。はい。行くって思えるんですね、じゃあ。はい。あー、おめでとうございました。いや、とんでもなくて、ありがとうございます。還暦の一歩手前まで来てしまいました。そうだって、俺、当日思い出してたんだよ。あ
そう、じゃあ俺さ、色違いの旅買ってあげるからさ。わかりました。じゃあ、還暦の時には赤と青かなんかで。還暦ってそれ3年先じゃないの。9か、はい、9は来年でしょ。来年か、還暦ね、はい、来年です。そっか、何の話してんだっけ。あ、プレゼントの話ね。例えばその相手の気持ちを思ったものをなんかね、タクとかはね、はい、考えてくれるからね。あとそうじゃないのはオルトランさん、タバコ吸ってた頃はあの誕生日のプレゼントって言うとタバコワンカートン行ってこいですよ。だから一応形だけ、はいはい、相性はプレゼントって、ランさんタバコワンカートン、もちろん嬉しいんですよ、嬉しいんですよ、はい、でもなんかそのちょっとひねったこれどうかなって考えてくれた気持ちがあった方が嬉しいことは嬉しいよね。さあ今日はね、誕生日どんな風に客は過ごしてるんで。そうか、うたさんは何もらったら嬉しいの。白い旅いただきます。ちょっと拗ねてるね。でもなんか考えつかないですね、なんかいろいろやっぱりその人のことを思ってなんかプレゼントってね、できるとそれが一番いいと思うんでね。あとその、はい、最近自分が使って良かったものだとか、ちょっと、なんだろう、あ、これこいつにあげたいなと思った身近なものでもいいと思うね。はい、だ俺鰹節削り器をさ、鰹節をの、まあ、本節でこう削るのが好きになって、でやっぱその話をして反応のいいやつは覚えておいて、はい、鰹節削り器をあげたんですよ先日。ちょっと前に話題が出ててなんかちょっとプレゼントしてあげたらすごい喜んでた。だからそういうなんだろうな、まあ、年齢層とかいろいろあるから、はい、あと付き合いによっても違うよね。またあえて自分で買おうと思わないけどあったら嬉しいなみたいなね。そう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 、はいはい、いらないなら返せよみたいな。それ不良じゃねえかよ。そうか、でも歌さんはあれだな、洋服ちょっと。でも歌さんの着物とか高いと思うよ。いや着物、洋服、洋服、あ、洋服ね、着物ばっかなんでわざと。そうしよう、洋服のちょっとね、ヤンキー系似合うよ、顔が怖いから。背中にシャワーとか書いてあるとかね。例えば大きな動物のなんかこう柄が入ったトレーナーになんか。ああ、宇田さん、ちょっとね、僕その話に付き合ってワイワイしたいんですけど、ちょっと時間が。ごめんごめん。途中なんですよ、残念。はい、じゃあヒョウ柄の洋服、ね、を楽しみにしてます。分かった、はい、じゃあちょっとヤンキー系揃えますんで、還暦、はい、の時にはバッチリそれで楽しみにしてね。あれです、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。どうも失礼します。はい、いや大ちゃん、はい、宇多さんって面白いよね、キャラね。面白いだろうな。上手くなってきましたよね。やっぱりでも誕生日で50代最後の、でもや、なんだろう、やっぱ歌丸さんの2番弟子だか、はい、ずっとお会いしてからいろいろ話してるけど、やっぱ落語に関してだとか、うん、そういう喋りに関しては本当になんだろう、もちろんプロ だし、あれだけどすごいちゃんと向き合ってますよね。あとその人に教えたりだとか教室やったりだとか、なんかちょっと尊敬したな、後輩とか下の者に対していろんなものを教えていくっていう。いやでも本当に敬意助けじゃないけれど、はいはい、やっぱし今ネットでね、うんうん、ウェブでなんとかとか YouTube でなんとかってやることは違う切り口じゃないですか。そうですね、それも世界の日本人に向けてとか、うん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 、だからちょっと斬新な切り口って本当にこっちがね、ふざけてでもいいから提案してあげた方が、じゃあためになってるかもしれないね。なってますよ、そういうね、俺たちの話だって王道でね、本当に寄せでしかないっていうようなのがイメージだったのが、ああそうか、だって逆はだってもう全世界なんですもん。そうだよね、そうだよね、ですよね。ちょっと K 歌好きが世界に旅立つ日を俺たち間近に見てですね、はい、ついていきたいよね。面白いと思いますよ、ね、で、ね、海外進出してね、はい、ヒョウ柄の上下着ちゃってね、変なね昭和のヤンキーみたいな格好してさ、うなぎが絶対に絶対に売れるぜこれ。でもこのコロナってね、みんなこうおとなしくなっちゃうけれど、逆にそれを逆手にとって新しいビジネスも出てるじゃないですか。うん、今本当出てますね。ですよね。うん、こうリモートになったりとかしてるからこそのものだとか、うん、本当それこそウーバーイーツみたいな ね、そういうもの頼むのもどんどん増えてきたりとかして、からまた戻ってくるとね、どんな社会になるか分からないですけど、うん、でも常に目の付けどころですよね。そうですよね。っていうのはね、ちょっと面白いと思いますんでね、はい、なんか一つお手紙いいですか。はい、どうぞ。ベイビーキャッツさんからいただきました。大ちゃん、宇田さん、翔くん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。これ知ってますか。かっぱえびせんにガーナがかかっちゃった。期間限定に弱い私はコンビニで見つけて思わず手に取って買ってしまいましたっていうのがこちら。見て大ちゃん、何ですか。これね、これ彼女のこの口癖かなと思うと違うんです。この商品自体ですね、期間限定、
カッパエビセン、ガーナがかかっちゃったブラックっていうのが出てるんでこのカッパエビセンってさ、俺も小学校ぐらいだと多分最初に食べたのが、はい、本当にやめられなくて止まらなくて、はい、びっくりしちゃった。このカッパエビセン、ついにガーナチョコレートが買ったというのにですね、やめられない止まらないという感じではありませんが、カッパエビセンもチョコも好きなので美味しかったですよ、ぜひ食べてみてくださいということで、みんなの分ね送ってきてくれました、ありがとうございます。翔くん、缶バッジプレゼントしますと俺が当たんないもんだから、自分の横浜銀杯4日の缶バッジを、いただきました。嬉しいですね。まあ最近期間限定でこうできているものも充実しているのは、実はうちでのお菓子をね食べたりだとか、家で飲んだりとかするおつまみとか、そういうのでいろんな限定品が増えているという話も聞いております。ベイビーキャッツさん、ありがとうございました。でも柿の種もそうですよね、あれチョコレートはなんかかかってるからね、うまいもんね。やっぱり新しいものもちょっとチャレンジしていいですよね、うん、そうそう、俺はフリカキックスっていうね、柿の種をガリガリガリって潰すね、機械を買ってですね、 それを柿の種をこのフリカキックスっていうのって潰してご飯にかけて食べると美味しいんですよ。ちょっとチェックしてみてください。どうしないと戦うの、白の柿の種をね、柿の種をこう入れるんですよ、かき氷みたいにちっちゃいやつ、フリカキックスっていう機械があって、で手でガリガリガリってやると粉になるじゃないですか、はい、それをご飯にかけて食べるんですよ。ふりかけなんの、ふりかけなんの柿の種が、知らないぜひ皆さん今度紹介しますよね、番組で、はい、チャレンジャーですからね、いろんなものに対して、ね、いつでもチャレンジャーというところでね、はい、うちの番組のスポンサー JT さん、はいはい、に電話つながりましたんで、あ、どうもいつもありがとうございます JT さん、こんにちは。はい、ちょっと自己紹介してください。JT のニュースなんですね。はい。はい、ありがとうございます。JT の神奈川支社横浜第二支店から来ましたニーソと言います。よろしくお願いします。ニーソさんですか？ニーソさん。そうです。新しいニーソ。新しいニーソでニーソと言います。あ、ニーソさんですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。綺麗な方なんですよ、この方。相手。勘弁してください。そう。もうね、本当にちゃんとスポンサーしていただいて、いつもお世話になっております。こちらこそお世話になってます。今日はなんかいろんな情報があるんですよね。はい、そうですね、はい、いろいろ宣伝させていただきたく来ました。もちろんです、どうぞ。ありがとうございます、うん、先ほどちょっと翔さんから、お話ししていただいたんですけど、文面コンサルティング活動っていうのをやってて、今日はご紹介させていただきたいと思います、よろしくお願いします。いろんな方聞いてると思いますんで、はい、文面コンサル、そうなんです。何ですか、イトロコンサルっていうのが、文面コンサルティングの略なんですけど、喫煙環境に関する、まあ、お困りごとみたいなものを解決するお手伝いを無償で行っています。何がある、なんか例えば、健康改正健康増進法っていうのがこうできた時に、こう新しいなんか喫煙所のルールみたいなのが法律で決められていて、まあ、どうやったらいいのかわからないっていう飲食店さんだったり企業さんの喫煙所の整備のお手伝いみたいなものをさせていただいてます。え、本当に個人店のお店でもいいの？はい、はい、もう個人店でもどこでも伺います。俺ムディ地下1階のシナノさん、はい、蕎麦屋さんがやっぱり悩んでた、はい、本当ですか？だから今吸えなくなっちゃってると思うの。そういった情報もぜひどしどし送っていただければご対応させていただきますので。だから何、思った以上に貶めされてる人はどういう状況だと吸っちゃダメとか、どういう状況だと吸っていいとか、そういう情報も知らないよね。そうですね、かなり複雑にもなっていたり、あとは国と県でなんかこう条件がちょっとずつ違っていたりっていうのがあるので、そういった情報をこう提供させてもらったり、サポートみたいなものをさせてもらっています。そういう質問なんかもいいんだ、実は。はい、そうですね、もう私たちは法律家ではないので判断みたいなところはできないんですけど、サポートの部分で昨日ね、はい、学校の先生と喋っててそうだったの。私立の高校とかは、はい、まあ、にちゃんとお金かけて喫煙室、はい、生徒のためじゃないよ、先生のためだよ、はい、先生のためにちゃんと喫煙室をちゃんと作ってるんだって、はい、その代わり公立の学校になるともう一切禁止なんだよね、はい、敷地内。あ、そうですね、はい、
まあ公立はまあ難しいわとそうなんだろうけど、うんうん、私立の高校はって言ったらそれやっぱり全面じゃなくてちゃんと分、はい、そういう分院室を作ってるんだって。そうですね、なんかそのなかなか、はい、条件みたいなものがいろいろあって複雑なんですけど。そうですよね、全てが禁煙というわけではないので。だから本当に悩んで本当にね、それこそコロナお客さん減っちゃってタバコも吸えなくなっちゃってお酒も飲めなくて、はい、ちょっとお客さん大激減なんだよ、せめてタバコだけはさせてよっていうようなのもうちこの湯を見せたけど大丈夫っていう問い合わせも OK なんだよね。そうですね、そういった問い合わせをぜひあのお手伝いさせていただければと思っておりますので。そう、俺あ西さん、はい、ショーですけど、はい、俺ねタバコ大好きなんですよ。で食後の一服もいいし、はい、コーヒー飲んだ飲みながらの一服も大好きなんですけど、やっぱり今こんなご時世ね、あの煙のことでいろいろね、あの喫煙のあができないとか多くなってますけど、はい、これはあのどういうふうに分煙すればいいのかっていうことが分からずにずっと禁煙のままでいっちゃってる人たちもいるわけじゃないですか。そういう人たちにこうやったらあの分煙がきちんと、法律で定められて今こう横浜だったらこうですよとかいうのを教えてもらえるってことですよね。そうです、その通りです。うん、いつもやっぱ思うけどやっぱ時間帯で吸えるとこう、この時間帯はやめてくださいとかいう分けてるところもあれば、うん、はい、あの夜9時以降、まあ、今8時で閉まっちゃってますけど、まあ、9時以降だったら大丈夫ですよっていう店舗があったりだとか、はい、あのきっと店舗の広さによってもいろんな対処の仕方が変わってくると思うんですよね。はい、そうですね、うん、だから本当大ちゃんがさっき言った信濃さんのね、うん、あの、はい、蕎麦屋さんの、タバコ吸うのにどうしたらいいのかなって思うところもあれば、同じような地下にあっても、はい、お向かいの、うん、中華料理さん、うん、林家老さんですけど、はいはい、あそこは普通に行っても昼間行っても灰皿出てきて大丈夫なようにしてくれてる、うん、まあ、同じ地下でもそうあるわけじゃないですか、うん、でいろんな、きっと決め事とかがあってここは大丈夫、はい、ここだとちょっとこうだと難しいねみたいな相談をしてもらってですね、できるだけその喫煙タバコを吸う人たちにももう少し優しいのになってくれたら嬉しいなと俺は思うんだよね。あ、個人的にありがとうございます。すごい応援してますから JT さんは。俺はありがとうございます。ソーシャルディスタンスを取ってっていうのね、この一発のこのコメントもすごい大好きなんで、ね、はい、吸う人と吸わない人が気持ちよく過ごせるためのちょうどいい距離、ね、はい、ね、ソーシャルディスタンス、まさにコロナ禍の今出てきた言葉だと思いますけど、はい、俺は応援してる。でも市長さん、それこそちゃんとそういう、うん、環境さえ整えばじゃないけど、うん、上岡あたりは喫煙ルームとかもあるんですよね。そうですね、今上岡駅の東口に、うん、菅沼商店さんというタバコ販売店さんが運営している喫煙所があって、そういったところにも協力をさせていただいてます。うん、そうだよね、だから上岡そういった意味で進んでんだろうな。でも戸塚もさ、大ちゃんいろいろいない一生懸命ねやって、あの喫煙所作ったりだとかやってます、ね、みんなやってますよね。とにかくちゃんと情報を取って、うん、相談すれば全部が無理だよってわけじゃないんだよっていう話なんだよね。そうですね、はい、なのでぜひあのお困りごとがあればご連絡いただければと思います。あのパソコンでもいいんだよね、 JT 分煙で検索すると出てくるっていう。そうですね、詳しくは分煙コンサルティングで検索していただくか、もしくはあの私たち横浜第二支店の電話番号をよろしければ。言ってください、言ってください。いいですか、はい、045-522-3777になりますので、そちらの方までお電話いただいても。522-3777。そうです、なんかこのかっこよくね、行きたいね。ゴーニーニーダメだ、すぐに思いつかねえ。でも本当に気楽にまず問い合わせしてだよね。はい、そうですね、結局は何あれネット見てもどうしても誤解しちゃったり、うちのヘベースどうだ、はい、とか言ってめんどくさくなってくんだよね。そうですね、複雑ですしだよね。はい、っていうことはそれこそ新曽さんに会うために連絡して、あのちょっと様子に聞きたいんだけど、はい、来てくれるとか言って来てもらっちゃうのが一番簡単だよね。そうですね、はい、そうだよ、だってさ、もっとさ国もさ、ね、JT さんだけに任せないでいろんな情報出すべきだ。タバコまた上がるんだぜ大ちゃん。そうでしょ、まあ、それだから友達はみんな少佐喉のためにやめた方がいいですよって言うんだけど、それはそうだけど、これは嗜好品だからね。いや、そして吸う人吸わない人も分かりますよ、うん、でも吸う人もちゃんと同等に扱ってくれって感じですよね。そうそうね、西さんね。そうですね、だからやっぱタバコも上がるけど、でも吸う場所がね、ある程度充実したらもう まだまだなんかね、煙を食い出せながらそこでいい曲ができたり、いい発想ができる場合もあるわけですから。そうですね、え、はい、これ今お店の話をしたけど、これ実は会社とか事務所とかでもいいんだよね。あ、はい、もちろんあの事業所さんであったり企業さんでも
ご連絡いただければご対応させていただきます。お前みたいに店ちっちゃいところダメだとか言うのは言わないよね。あ、もう全くないです。もうどんなところでも向かいますので。充実してくれるといいな。俺コーヒーとタバコって素晴らしいマッチングだと思うんだけどな。でも翔さん、個人的に呼ぶのやめてくださいね。まあ、もちろんないんですよ、ニッツさん、ね、そんなもう大ちゃん、はい、63だよ俺。ああ、そうか、ね、そんな女の子の目当てのために呼ばないあ、なんかピロリロニッツだよ、うん、俺マナモード知ると思います。何やってる大ちゃん。いや、なってんですけどね本当は、うんうんうん、はい、うん、まだなってるわ。そうですか、はい、いや、ちゃんとじゃあもう一回問い合わせ先と一言言ってあげれば、電話番号とお願いします。はい、電話番号が045-522-3777、 JT 神奈川支社横浜第二支店になりますので、はい、いつでもご連絡お待ちしております。文苑コンサルティングよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。もう本当にみんなでタバコ吸ってそれ解消しようって話で。いや俺はそうなんだけどね。だってやっぱり今の翔さんじゃないけど、うんうん、なんか思いつきとかもあるし、うん、でこれ本当に盲点になってるのが、会社とかで喫煙所とかあった時に、うん、他の課の人と喋れてたか上司とか喋れてて、うん、コミュニケーションでストレス発散に本当になってたんですよね。なります。だってタバコ結構和議にやられてますけど、お酒と一緒で、うん、お酒飲んで同じ発想になったりとか、コミュニケーション取ったりだとか、まあ、似たようなもんだと思うんだよね。そう。でもちろん酒飲めない人にしてみたら、でっかい声で喋る、そばで、うん、ああだこうだ言う、酔っ払って歩くっていうことが迷惑だっていうのが煙みたいなもんじゃないですか、タバコで言う、うん、だけどそれを言っちゃおしまいで、それはそれで楽しい雰囲気を、あ、お酒飲む人たちこうっていうその場所に行ってるわけだからさ、うん、みんながお互いの気持ちを気持ちよく酒飲める、うん、気持ちよくタバコが吸えるっていうような状況を作ることが俺大切だと思うのね。お互い様ってやつよね。そうそうそう、うん、だからお酒もどんどんね、本当コロナなければたくさんみんな飲んで、みんなで騒いで、いい発想浮かんだり、うん、いい会合ができたりとかするわけだから、まあ、ちょっと雰囲気は違うけど、そのタバコの、その吸う人たち、喫煙者の人たちもそこでなんかこう発想が浮かんだりとか、心が少し安らいだりとかすることもあると思うから、全てが悪だって言ってね、決めつけ追いやす出すのは俺はあんまし良くないなと、ね、まあ、そこに嫌な気分にはさせちゃいけないからね。そうそうそう、両方税金取ってんだから、酒もタバコもさ、うん、国でさ、だからなんかそれはもうちょっとやってもらいたいなっていう気がする。 JT さんに俺は拍手を送りますよ、ね、西さん頑張って、本当に俺なんなら個人的にお茶飲み行く。あ、いけない、そうじゃないからね。間違えた。西さん言い残しはないですか。はい、大丈夫です、ありがとうございます。またちょっといろいろ来てください。それこそ蕎麦屋さん紹介しますんで、あ、ぜひお願いします。文苑コンサルしてくださいよ。お待ちしております。はい、また連絡させてもらいます。ありがとうございます。JT 横浜第二社営業所のニーソさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。なんかでもスポンサーさんが出てきてくれて、こういう話してくれて嬉しいよね。嬉しいですよね、うん、なんかね、ただ俺たちも読み上げてるではなく、やっぱ気持ち込めて喋ってるのもあるし、うん、でまあ、ラジオ聞いてる人たちもね、こういう人たちがスポンサーになってくれて、大、ね、ちゃん、大田さんが喋れてるわけだから、うん、なんかそこのコミュニケーションはこれからも続きたい。で、また何、うん、これで本当にリスナーの人が、うん、いや本当にちょうどタイミングよく悩んでたんだよそれって言って、うん、ちゃんと JT さんに連絡して、うん、ラジオ聞いてさ、ちょっと文苑のコンサルお願いっていうのをアクションしてくれたら嬉しいです。あ、そうですね、うん、いやでも本当にそう、横浜教育会館に行くファンの方が、うん、何行く前にうちの店を売ってくれたんですよ。あ、そう、うんうん、でそれこそ横浜市営地下鉄、うんうん、交通局か、そうですね、うん、100周年だったじゃないですか。あ、そうそうそう、翔さん写真撮ってたじゃないですか。撮ってた、そう、うん、ですよね、はい、でその方と喋ってたら、うん、その方は交通局に勤めてる方で、はい、で戸塚の駅の発車音、うん、あれをそれこそ何在宅編、うんうん、にしたっていいじゃないか。あ、嬉しいこと言ってくれますね。でそれこそ俺にね付き合いあるから、はい、うんうん、大ちゃんちょっとお願いしようよ、お願いしてって言うんだけど、うんうん、自分が勤めてんだったら自分で動けってそれそうだ、それはそうだですよね。そうそうそう、知り合いがお願いするってのはダメだよね。ダメですよね。自分で動いてでね、まあ、な援護射撃として大ちゃんが来るとかいうのは分かるけど、まずは自分でアクションだよね。他力本願やめてくれと。そうそう、それはね、そうよ、そんなんで取れたのはダメよ。ダメですよね、うん、いやだから本当に今ねそういうファンの方いっぱいいらっしゃるけど、うん、それこそ俺もう来てやめようとかいう話をしたけど、うん、やっぱしそういうみんな行動しましょうっていうところの崖っぷち、ね、精神とか、まあ、メロディーだけでもいいよね。だからなんだろうな、作っちゃうか、
発車しますとか言いながらね、はい、発車しますって今日も元気で、そんな音楽でもいいですよね。いいですよね。在宅自粛に。それこそ何、昨日なんかニュースに乗っかってたけど、うん、紅白の出演者が内定者が一人、何さんでしたっけ、なんかいらっしゃいましたよね、うん、あ、一緒、そうなんですか、出てましたよ、はい、そろそろそういう話題じゃないですか。横浜銀河もねっていう話で。そうだよね、諦めてないですからね全然。いや翔さんたちはまだいいです、うん、そのされてファンの人で、うん、うちの旦那あれ NHK でいいとこの何ポストなのよねっていうようなファンの方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。なるほど、アクションしろと。外側から固めてけど。そうそうだよね、銀杯頑張ってじゃなくて、うん、自分で行動してください。泣いても笑ってもさ、12月31日前だからフォーティスの活動はね。スケジュール空いてるんですか31日、はい、31日はスケジュール当たり前じゃないですか。ほらファンの皆さん、紅白歌合戦、うん、黒組代表ですからね。いや違います違います違いますね、違いますね。旦那が総務省の偉いところのポストにいてそっちからプレッシャーで NHK に銀杯出せってちょファンの人アクションしましょう。そうだね、うん、ところで今日はもうあっという間に来ましたけどね、はい、大ちゃん、はい、言ったタクのたくさんメッセージあの来てます。来てるのこれね、はい、どうだろう、一気にいきますか。ちょっと読んであげて、せっかくみんな。八丈島リックさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは、うん、今日の八丈島は曇り空。お役所に行って飛び回ってる時メール来ま、ラジオ来ません。うん、そうか。たくさんお誕生日おめでとうございます。はい、横浜銀杯さん40周年おめでとうございます。はい、フォーティーズは今年いっぱいですが来年以降も前回バリバリ突っ走ってください。はい、こちらファンはみんな応援してます。はい、昨日翔さんがアップした月の写真と私がアップした月の写真がほぼ同じでした。そうだね、うん、まるで私が翔さんの写真をパクったと思えるくらいでした。思ってない思ってない。本当は八丈島つながってんな。これたくさんいた。うん、栃木の由美さん、うん、今日は翔さんはともども横浜銀杯を誇るいい男2トップのたくさんの誕生日おめでとうございます。はい、早速たくさんへの質問。横浜銀杯ランさん翔様はラジオのパーソナリティもされてますが、たくさんは横浜銀杯のベーシストとしてのお仕事のみに専念したいんでしょうか。私の希望としてはたくさんの温かい人間味あふれるトークも大好きなので、たくさんにもラジオ番組のパーソナリティやっていただきたいと思ってます。ああ、そうだね。あのね、たくはずっとコラム書いたりとかね、音楽雑誌の方ですね。だどっちかというとミュージシャン的な活動してるんで、また始まるんじゃないですかね、なんかの、音楽いろんなプレイヤーとかいろいろ雑誌あるじゃないですか、はい、そういうやつのコラム書いたりとかしてましたし、あとは映像を作る力とかも自分でこう勉強してるんで、そのラジオテレビだっていうよりかは、タクっぽいイメージの、まあ最近ちょっとあれしてますけど YouTube チャンネルやったりとか、そういうなんだろうな、制作のこと、うん、そういうものがタクの得意分野なんでね、うん、で喋り面白いんだよ。血液型も B 型のお年だから、二人でいるとずっと大笑いしてますけど、やっぱね、タクはタクのイメージ持ってますんで、ステージではちょっと渋く言ったりだとかしてるけど、でも今年に限ってはジョニーと合流して結構タクもニコニコしながらいろんなこと話してくれてるんで、うん、まあやっぱ今年いっぱいの銀杯は注目ですよ。いろんな個人的なことがこう露呈してきて面白いと思いますよ。ライブとか、だからもう本当にみんな引っ張りだこでもっと押してあげてくださいですよ ね、 そうだね。テレビも引っ張ってって感じですよね。はい、翔さん、皆さんこんにちは。ウコンの香織さん。はい、ウコンの香織さん。横浜銀杯40周年おめでとうございます。たくさんの誕生日おめでとうございます。はい、いつもライブ中翔さんに突っ込むたくさんの言葉に笑ってます。そうなの。最近で、ね、大ちゃんね、はい、俺が言ってで、なんかちょっと戸惑ったりとかすると、楽屋話とかね、はい、本当はこうなんだよとかいうのをね、ファンにバラすんですよ。それもなんか還暦になってから変わったところかな。今までは無口なイメージがありましたけど、60になってからの多分ここ1年はやっぱステージやっててもいろいろこうトークが面白くなってきて、まあ、大体俺のことをバラすっていうね。たくさんが翔さんに突っ込んで面白かったのは、うん、サーファーガールの踊りの時、翔、うん、さんにはしゃしぎって言った時、それを言われた翔さんが可愛かったです。そこで翔さんに質問です。はい、ステージだけじゃなくプライベートでもたくさんに突っ込まれることがありますか。あるある、満載だよ。なんだろう、もう、まあ、年齢的には2個差だけど、もう40年一緒にいたら、もう先輩後輩でも何でもないし、本当にもうなんだろう、戦友だよね。横浜銀杯っていうの活動して、まあ、ジョニーが戻ってこれなかった時もタクとずっと俺は一緒に
ステージ立ってきたし、まあ、ランさんね後ろで立ててるけど、やっぱステージの板の上っていうのはそれこそいろんなことがありますから、うん、まあ辛いこととか頑張んなきゃいけないところ、楽しいことも全部共有してきた板の上でね、うん、そんな中で立くと、この間、長くなりそうだから新井明さんです。あ、はい、すいません。質問は翔さんから見た拓さんのこいつ変わってんなと思うところを教えてください。それはいっぱいありますね。なんだろう、うん、すぐに飽きる、下を掘り下げて掘っていくとどこまでも行って裏側まで行っちゃうんじゃないかっていうのが拓のところね。お、中国の健康体操でスワイショっていうのがあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。知らない。両足を肩幅ぐらい広げてですね、膝をちょっと軽く曲げて、力を抜いてブランとさせてから手を振るっていうね、これをね、うん、体にいいらしいんですよ。このスワイショっていうのをあのライブでも進めてましたけど、この中国の健康体操を40分毎日やったりとかですね、1時間ぐらいやっちゃったりとかしてですね、毎日続けてるんですね。で、今までに腕を何回振ったって話になるわけですよ、はい、それをね数えてたりとかしてね、俺がね500円貯まって100万円貯まったんだよって話に、はい、ね、100万円貯まったって言った中に2000万回だとか200万回だか俺は腕を振ってるとかね、そういうことをかぶせてくるよ。あ、そうだ、ラジオのスポンサー言わなきゃ。あ、はいはい、あと50秒だった。あ、本当だ。今日はなんかすごいバタバタでしたね。あと50秒ですか。はい、ということで、スポンサーさんありがとうございます。いつも、もし途中で切れたらごめんなさいね、はい。この放送は、JT さん、勝田メディカルグループさん、清水工業者サバスホールさん、山形屋用品店さん、庭師松沼さん、ティーベリー豊田屋さん、本田カーズさん、以上の提供でお送りさせていただきました。ちょっとかいつまみすぎたね。いや、そうかもしれないね。もっとゆっくり喋りましょうね、今度ね。ちょっと今日はバタバタでしたね。来週からまた、新規一点、俺もですね頭切り替えてファイナルツアーに向けてやっていきたいと思います。というところで来週までバイ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 。